新年明けましておめでとうございます。なあ今日は何みんなで入っとんの？でもお前ら正月結構動いとったろ仕事現場。これが奥まで入らんとそうっす。なんでデブソンみたいになっちゃうね。何入っとったっけそんなお前そういうとこだよこら。おいこれロックないの落下防止作るよほんとこれ。何千脱毛が出とんだでしょ。それで組んどる前もいかんだろ。あげましょうおめでとう。お前から言わんかよ。ちょっと一言ずつ、まあ、今年の無理しなくていいから会社の報告しなくてね。おはようございます。あーすごいよ勝った新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。なあ今日は何みんなで入っとんの？みんなで、ね、いや10人ぐらいですね。でもお前ら小学校戻ったろ仕事現場。なんか LINE 入ってなかった？岡部かなんかが。ああ岡部が5ぐらいから動いてんの？そうっすね。いや、まあ、4から休みねえや年末いつまで休みお前ら。僕らは31から4日まで休みでしょ。ああ5日からお前らも全員動いてんの？5日からほぼ全員。はい5日ってね土曜日金曜日金曜日っすね。お前さん LINE 入っとったらそんなお前ら入れてねえだろ。はい見とったけどあれ岡部かなんか動いてる。岡部とトシ君かなんかは違ってったけど LINE 入れてないだろお前。今日も入ってないと。あれ今日も休みかこいつらと思ってそうっす。ははいお前そういうとこだろほらおい開けましたよおめでとう。あおめでとうございます。もう昼台みんな置いてくれたろ。そうっす、まあ、正月明けのみんな正月ボケした顔見たいけどもうみんな俺だけだなボケとんのは今日は1時間アーテナンスだね。簡単大丈夫ですかって何よお前は大丈夫か何がお前ダメじゃねえぞお前一応お前そんなことよりジャンパーが汚れるのが一番嫌なんだ俺結構高い久々にこんなでもこれ4段目5段目壁つなぎで今これドリルで掘っとったんだな。そうですね。そこ取りたかったな。あ、もう結構足を入れたろ今下から大丈夫か あれ向こう繋がってないかな。向こう繋がってないです。向こう側は狭くて。ああでこれはもう繋がるんだ。そうそうそう岡部が落ちんかなと思って楽しみにしとったけど落ちてこなかったなこれ今こっちが要は円が切れとるんだなこれ上で繋がってないんだろあれ。ああもうグワングワン揺れてあの上で作業してるもんね。で初めてこうこう繋いで下から繋がってなかったのこれ。ようやったったなお前ら。でこれ一本繋いだんだろ今これやっとか壁繋いね壁から取るってようこれ下から何もなしで組んどったねこれ。まあここでちょっと出とるもんで多少強いんかだけどまあ落ちたらあの少し下だったらまあまあ痛いぞはあれにさだったらまあまあ即死だろうな。チャラヘラリとるもんな気をつけろよ。もう一回で俺とか来てちょっと気抜いて喋っとってあーってようあるで気をつけてな。あと少しだで気締めちゃうよい、うん、まあいいよカメラでいい人ぶっときたいだけだね別に大衆大衆まあ別に落ちるなら落ちろと思っておくで怖いわ俺。うわもう怖いな。これロックないの？音落下防止。これですか？うん。うわあ。まず作るや本当これ。はい。なんか足場にかけとくやつあるだろよく。大きいやつ。うん？もうコントロールとか使わんでいい？そうそうそう。使ってほしい。ここも全然いい。俺は逆にそういうの面白い。怒っとるのが面白いね俺が嫌われたらかんけどお客さんには嫌われたらかんけど厳しいなと思われて職人さんから嫌われてお客さんにはこういうのがやっぱこうやって怒られながらやってやっとうち100万円に売れとんだなって思ってもらったらいいじゃん。あだからこういうとこだと安心だなって頼まれるじゃんやっぱ職人が嫌いなのは別にどうでもいいお客さんから嫌われたら俺だけはいつまずいでこの段かお前の1個下におるわ。おー高いなこれでしょ。これなんで洗濯物が出とんだでしょ。なんで洗濯物が出とんだお前。それで組んどる前もいかんだろおい。ちゃうんか。それまた連絡しろよ。はい、おお違う。
おい、いや、こっちシングルやでいいな。分かったな。そっち側しとるか、お前。はい、お前が全然見えんかったんだ、撮りたかったけど。こうだ、俺や。いや、下からも見えんかったもん。久々だね。あげましょう、おめでとう。お前から言わんかよ、ここ。あげましょう、おめでとうございます、社長って。あげましょう、おめでとう。お前、上からいいんじゃねえよ、お前。なんで俺レール高いところからいいんだ、お前。低いところから言え。そうそう、ええぞ、ええぞ。まあ、昼どっちみちおるで。中途半端じゃないと。あ、すいません。まあ、いや、俺くしゃさん、ああ、穴開いてるじゃん。浅かったんで。浅かったの。そう。何、浅いってどうなるの？穴が浅い。つなぎの玉が奥まで入らず。うん。なんで奥の方が奥に入らんとどうなるの？なんでお前笑うの？奥に入らんとどうなるの？って聞いたよ。なんで奥でしょ？奥に入れな、奥まで入れなかったことなの？奥まで入れた方が。うん。出生率上がる出生率出生率が低いからな、日本は今、まあ、奥までちゃんと入れた方がいいよって。お前みたいなちっちゃい子だと妊娠率が下がる。だからこれが奥まで入らんと、そうっす。なんでデブソみたいになっちゃうね。結局飛び出ちゃうね。埋めへんってことやな。最後埋めてくんだろ、これコーティングで。ああ、コーティングでな、うん、これだと切らなくなる。そうだよな、うん、もう切れんもんな、こんなの。ギリギリなんだな、これ叩いてどこまで入るかって。その熟練のあれがいるだろう。なんか、あ、これだったらいけるなっていうか、あ、これ出そうだなっていう、このギリギリのラインかな。わかるかな。絶妙だよな、これな。よし、行こうか。すごいことするんで、視聴者の皆さん、ちょっと耳ふさいでてよ。すごいことするよ。いや、見とって怖いわ、片手だね。あれ、お前ハム戦うの？いや、ここで叩ける。ここで叩ける。あ、そういう風にできとんだ。はい。あ、今すごい。あの、あ、そういうこと？ポンチみたいな。あ、すいません、申し訳ないです。あ、お母さん、いや、まだいいんですけど、はい、上、今度これ壁つなげるときに粉出るんですよ。はい、だからみんなもうどけた方がいいですね。いいですか？いい、大丈夫。すいません、もう今からご飯なんで、その後でいいんですけど、ちょっと縁だけ押しといたんですけど、すいません。はい、ありがとうございます。申し訳ないです。え？いや、使うでしょ。取れたからね。上手に打つね。おー、そうやって来とんだ。メジャーもいかねえ？まあ、そんなぐらいじゃいかねえか。メジャーは強いねな。あ、これで3連になってるんですよ。3連に。おお、本当だな。ちょ、一回やってみてよ。短い方、長い方でやってみてよ。ちょっと面倒くさいけど、まあ、昼飯早く食いたいと思います。じゃあ下で説明します。3連の、はい、いや、もうつけろ。ああ、そういうこと。これ繋いで使えるの？ここ使えるだろう。あ、はまらんのか。いや、硬いの。ちょっとだろう。目の前面倒くさかった今。いや、下でやったが下でやらんでいいだろう。いいんだよね、やっぱし食べてんの。はい、こうやって段ずらして、でそれが3連になってくるのか。そうですね、3段階伸びるんで、うん、ってことな。昔だと2段階ぐらいしかなかった。そうですね、確かに。ほんと楽になるんですね。あ、本当、長さ調整できるもんね、はい、確かに時代だよな、はい、このちょっとのアイデアが。要はこれでほんでこの長さが調整できるってことかな。短い時も使えるし、長い時も使えるし、はい。昔もあったけどな、まあ2年しかなかったのかな。懐かしい。これピケ材はないんじゃない？壁つなぎはこれみんな一緒なんだ。はい、壁つなぎは一緒なんだ。なんでこれで壁からの離れ見て、それでネジ調整して、で、これがたまにバーンってなる時があるんだな。お客さんに怒られるよな。 ALC でな、ボードとかちょっと上手いんですよね。そうだよな。一応なんか根元基礎があるところとかやるんだけど、足場壁当てとかな。はい、お疲れ。お疲れ様です。ジェイ、ゆかべい。お前、いい動きしとったな。怖い。は？怖い。いや、怖い、怖いって言うけど、あんな壁つなぎのとこ、よう歩いとったお前。こっち出ないじゃん。逆の無理やわ。ブランブランっすね。うん。マイナス見えんかったな。痛かったんだよ。寒いっす。は？ほんま寒いっす。上、動いといたら大丈夫だろ。いや、上、風、えっくいっすよ。あそこのマンション、YouTube の視聴者がいるんですよ。そこのコンビニ行ったんですよ、朝。うん、で、俺だけで。うん、3人いるんですけど、
俺だけ行って、うん、写真一緒に撮ってください。そうマジですか、いいですか、俺でお前でいいんですかね、もうちょいコンビニ1個違えばあの翔さんとかあっちにいたのにっつって、嬉しがってました、翔さん撮りたかったなっつって。でもこっち来いや、昼の休憩に来るんちゃう、なんか、まあ、ローソンもう一回昼来ますって言われてる。はい、あけましておめでとうございます。じゃあ今年1月8日、今日月曜日、はい、ちょっと一言ずつ、まあ、今年は無理しなくていいから、会社の報告じゃなくてね、個人として大学、まあ、こっちから行こうか、じゃあ、はい、おい、あけましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。今年も1年目、無事故無災害でいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ああ、わかります。なにお前、無難なかっこいいね、なんで気持ち悪い顔しようだ、無難に決めますな、年ではい、あけましておめでとうございます。ああ、おめでとうございます。まあ、新年、今年の抱負は名前を言えよ。名前よう間違えられるんで、いや今年の抱負はちょっと全員名前覚えてもらいたいな思って。よう言われる視聴者の人に。はい。なんで、まあ、YouTube ライブやってるの、なんか高橋か棚橋か誰やねんと社長だよ、社長が高橋、ライブで一生言われるんで、まあ、そろそろ橋本だった、橋本だよな、覚えてくれやったら。あ、視聴者の人、結構いいな、仕事ようできる。岡部よりできるの、まあ、知識がやっぱある。桁違い。岡部とは戦闘能力。経験年数がやっぱ違うけど。岡部は戦闘能力100だとしたらいくつだ。もう500だろ。500だいぶ5倍じゃん。お前いくつだろ戦闘能力。これ1万っす。1万って書いて、お前ドラゴンボールの世界大やってるじゃん。それでも追いつけるんだよあれ最後。あ、しょ。あ、まあ最後しようか、職長で。簡単。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年はちょっと。うん。一つ一つの、うん、能力向上というか。何の能力、まあ、一つ一つ、まあ、具体的にやお前、具体的にいい年越えてるお前らもう18件で来たもんちゃうぞ、簡単にって簡単にだけど、まあ、お前それ分からんの何そう、まあ、人の教育とか、あ、人の教育ができるよね、接し方とか、あ、接し方、うん、あ、まあ、コミュニケーションだな、じゃあ、はい、あ、オッケーオッケな、何でもいいよ、プライベートで、まあ、とりあえずみんなが怪我ないのと、うん、まあ、あと子供の安全、うん、病気なのかというかな、だってお前今子供の安全って言った瞬間彼はめっちゃ見方今なんか今いいとこみたいな、なんか綺麗みたいな、全然決めじゃねえぞお前、病気なく過ごしていけたらのと、やっぱもう本当、うん、正直そのちっちゃい子とか社長に言われたのは気づかなかったことが多かったんだけどね、なんで小さいことが全部これ直しゲーとも言われてます。あー、ごちゃごちゃ、そういうことが、ね、を全部直しゲーだなと思います、うん、ちょっと俺も今年はもう本当困惑なろうと思ってるで、はい、営業にもまあそのお前らにとかじゃなくてね、一つ一つ見直して、まあ、やれる力あるじゃん、ちゃんと応えれるじゃん、はい、だから俺もちょっと細かいこと気づいたもん、言ってこうかなと思って、まあ、頑張りましょう、はい、今年1年ね、はい、はい、じゃあみんな最後くっついてあげましょう、おめでとうございます、締めます、せーの、明けましておめでとう、明けましておめでとう、さよなら。